旬をお届け、採れたて綾部。新春行事の一つ、綾部市消防出初め式が行われ、今年一年の防災と防火への誓いを新たにしました。式典には消防本部職員と消防団合わせて934人が参加。厳粛な雰囲気の中、山崎市長の式辞が述べられました。綾部市においても8月9月の集中豪雨では、浸水被害、土砂災害など各地で甚大な災害が発生しました。とりわけ9月の局地的集中豪雨では、市内各地で記録的豪雨となり、消防団の皆様にあっては毎週のように深夜にもかかわりませず、豪雨の中現地に駆けつけ、増水する河川の警戒にあたり、土のうを積み、また土砂崩れの対応や住民の方々の避難誘導にと、まさに地域の安心安全の要として迅速的確に対応していただき、被害の軽減を図っていただきましたことに対し、心から感謝を申し上げる次第でございます。また功績のあった消防団、団員に感謝状や表彰状が授与されました。できることは限られておりますが、少しでも役に立つ活動ができるように、頑張りたいというふうに思っています。その後、由良川河畔では各分団のポンプ車が一斉放水。見物していた市民から歓声が上がりました。筒先から勢いよく出た水がきれいな弧を描きます。パレードの先頭を行進しますのは、少年少女消防クラブ。小学校1年生から6年生までの21名の子どもたちです。続いて会場を西町アイタウンに移動し、各消防団が分列行進しました。綾部中学校吹奏楽部のマーチ演奏に合わせ、どの分団も力強くキビキビとした行進です。自分たちの町は自分たちで守る。消防職員とともに地域防災の要、消防団。消防団は安心安全な街づくりに重要な役割を果たしています。